はい、皆さんこんにちは。スノー AI のアップデート、サウンドトゥーソング、これのですね、第2弾です。先ほど昔作った音源というのを読み込んで、そこからアレンジをしていくという方法をやりました。でもそれはですね、ドキッとするほどすごいなという思いにはならないです。それよりもアカペラです。アカペラで歌った曲、もしくは、まあ、ギターとかがそばにあれば、ギター弾き語り、そんなところから一発でアレンジができる。この機能がすごいと思います。ですから、それをちょっとやってみようと思います。今まで鼻歌から音楽を作る。これらも人気の一つのキーワードになっていました。特にメロディーを打ち込んだりとか、そういうことができない人にとっては、自分の歌から音楽を作れる。これは素晴らしいことです。でも今まであったものというのは、ほとんどが中途半端。あまりプロのような楽曲を作りたいと思っても、そこまでのクオリティがありませんでした。でも今回はそうではありません。今日はそこをやってみたいと思います。今画面にはスノが立ち上がっています。この上の方にアップロードオーディオというのがあります。このボタンを押しましょう。そうしましたら、先ほどの解説動画では、このマイドライブというところから音源を引っ張ってきました。今度はオーディオ、いわゆるマイク入力から音を入れてみましょう。そうすると最初だけスノが次の許可を求めていますということで、マイクの許可というのを求めてきます。許可をするというのを押しましょう。今、このように波形がふにゃ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 出ています。音声が入っているか、ここで確かめましょう。そして、マイクのボタンを押しますと、そこから録音が始まります。今回は、ラララで歌を歌います。ラララララララ。ララ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 ラ。はい、こんな音痴な歌を歌いました。ここで聞いてみるといいです。ララ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 ラ。ララ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 ラ。はい、このようにちゃんと音がいいことを確認しましたら、チェックのボタンを押します。そしてアップロードと書かれたオレンジ色のボタンを押してください。今回はアカペラで歌いましたから、そういうことはないんですが、この前の解説動画のように音源をアップするときには著作に問題がないか、そういうことも確認をするようなとっても素晴らしい機能がついています。じゃあアップロードします。はい、そうするとこんなアイコンが出てきます。アイコンができたら入力ができているということになります。ここからコンティニューのボタンを押します。日本語の画面でやっている人は続けるとかいうような文字が出ると思います。じゃあコンティニューをしてみましょう。そうしますと画面の一番新しいソングのところにアップロードということと、そしてこのような日付、こんなものが入って一つのクリップが表示されます。ここで右の方を見ていただくと、エクステンドというボタンがあります。これを押してください。すると画面左の方にエクステントフロムということになりまして、24秒の音楽が入ってきてるよという風になります。ここで上の方に歌詞を入れたりすればいいわけです。今回歌詞はスノに作ってもらいましょう。この歌詞何も書かないで、Make Random Lyrics このボタンを押すと英語の歌詞が書かれてしまいますので、ここに
日本語を打つといいでしょう。例えばこのように夏の風に吹かれてという一節を入れたとします。そして下でジェネレートリリックス、これを押すと歌詞を作ってくれます。はい、歌詞が出来上がりました。バースとバース2とコーラス、ブリッジ、コーラスって感じで案外長い目の歌詞を書いてくれました。そうしまして下のスタイルオブミュージック、ここには今までのスノでやったのと同じようなやり方ができるんですけれども、今回はあえて J-POP、 そんな感じにだけ打ってみます。そうしまして画面の下の方にあるエクステンドボタン、これを押します。すると生成できます。生成は今までと同じで案外素早くやってくれます。10秒か15秒ぐらいでできるでしょう。はい、もうできました。これノーカットで見せています。じゃあアカペラからどんな音楽ができたんでしょうか。一度聞いてみましょう。ほうぼうあなたの舌が記憶に笑う君、私たちの時間、夏の日の魔法、海辺の砂の奥で足跡ついてる、波の音が響く、ここが私たちの場所、夏の風に吹かれて君と一緒に走る、どこまでも続く道、すごいですね。僕が出ないような高い声で歌ってくれました。嬉しいですね。あんな音痴に歌ったのに、もうちゃんとした曲になっています。じゃあもう一つの方も聞いてみましょう。本当へ移動あの視点で自由に笑う君、私たちの時間、夏の日の魔法、海辺の砂の上、足跡ついてる、波の音が響く、ここが私たちの場所、夏の素晴らしいですね。じゃあこれでですね、 J-POP じゃなくって R&B、 そんな感じで歌ってもらいましょう。はい、このように入力しました。そして男性の声で歌いましょう。ここにメールボイスというのがありますから、これを使いましょう。ここにギターというのも出てきました。これも入れましょう。そしてドラム、これも選択します。さあこれでどんな感じになるか、歌詞はそのままでやります。エクステンドを押しましょう。さあどんな R&B ができたでしょうか。再生をします。 Always 空の下で に笑う君、私たちの時間、夏の日の魔法、海辺の砂
砂の上足跡ついてる波の音が響くここが私たちの場所。面白くなってきましたね。今度はロックにしてみましょう。これでもう一度作ります。聞いてみましょう。青い空の下で自由に笑う君、私たちの時間、夏の日の魔法。はい、僕の歌い方がそんな調子じゃなかったからか、ロックというのからはかけ離れています。もう一個の方を聞いてみましょう。青い空の下で自由に笑う君、私たちの時間。ちょっと僕の下手くそなアカペラからというのはその AI も想像がつかない、そんな感じかもわかりません。アイドルソングのようなものをやってみましょう。はい、アイドル、J-POP、フェメール、このように指定をして送ってみましょう。はい、聞いてみます。青の空なのよてる自由に笑う君、私たちの時間、夏の日の魔法。海辺の砂の上足跡ついてる波の音が響く、ここが私たちの場所。夏の風に吹かれて君と一緒に走る、どこまでも続く道、二人の物語。ジャンルとかそういうところで言えばまだもうひとひねりしてほしいところですけれども、でも音楽が作れる、アレンジができるという意味ではとっても素晴らしいですね。そして僕の歌った何とも言えない優しいようでゆったりとした音楽でしたから、そういうゆったりという音楽ができたわけです。ではもう少し早い感じのアカペラをやってみましょう。何とも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 言えないよ、もうちょっと考えれよって感じですよね。でも下手な歌からどんなものができるか、それの方がなんか楽しい気がします。コンティニューを押します。はい、下に来ましたのでエクステンドをします。歌詞はこのままでアイドル、 J-POP、 フェメール、これ同じでいきます。はい、じゃあ聞いてみましょう。青い空を下で自由に笑う君、私たちの時間、夏の日の魔法。海辺の砂の上足跡ついてる、波の音が響く、ここが私たちの場所。夏の はい、こんな感じです。これ遊べますよね。本当にふん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 とだけ歌ってですね、曲を作る。こんなことを皆さんも一度試してみてください。では、その AI の最新機能、サウンドトゥソング、これをいろいろ試してみました。アカペラからやる方法でした。
長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。またねー。